アイムコトリ、アイムハル、リーアはメリーアンドツリー、レッツスタート。おはようございます。おはようございます。今日やっていく企画は、でん、夏メイクやってみたーい。イエーイ。で、今日はね、多分初めてかな、リコがいないんですけど、ハルとコトリでメイク結構好きなので、夏メイクをやっていきたいと思います。ということで、今から初めてすっぴんを晒していきます。じゃあカウントダウンしよう。はい、3、2、せーの、3、2、1。これが現実。イエイエイ。ということで、まあ、いち早くこのすっぴんをね、消し取りたいので、その人と夏メイクやっていきたいと思います。はい、あの6月までに400人登録者さんを達成しましょうっていうのが目標だったんですけど、見事ね、達成しました。で、そこから今7月3日なんだけど、415だ。すごい。そう、なんか10日間ぐらいでね、20何人ぐらい増えたの。こんなこと初めてやったから、メリチェリで、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。はい。でね、最近ミュージックカラーっていうの動画よりも、何企画、空手の企画的なやつが多いんですけど、なんでかっていうと、ちょっと最近みんな忙しいのもあるんですけど、私たちのね、まだ登録し始めの方とか、あんま知らないよって方もいると思うので、私たちのキャラクターを知っていただこうとちょっと思ってですね。ということで、自己紹介するか。知るか。自己紹介。自己紹介。はい、春です。メリー&チェリーのリーダーです。誕生日は2月16日。血液型は O 型。空手歴は19歳。空手歴は13、4年です。黒帯初段です。おし。メリー&チェリーの小鳥です。誕生日は3月の26日です。生き方は多分 A 型です。多分。あんま分かんない。でも、3月生まれで、私2月生まれで、もう一人リコちゃんがいるんですけど、リコも2月22で2月生まれなんですよね。近い。みんな早生まれ。面白い。ケーキいっぱい食べれる。あ、ね、喋りながらやるとさ、眉毛うまく描けない。ということで、あ、まだ言ってなかった。空手歴は、6年です。まだ断ってません。頑張りましょう。頑張ります。あ、そういえばこれ、リコと小鳥がくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大事に使っておりますですけど、はるちゃんからもらいました。イエーイ。使ってます。ありがとうございます。なんか、知ってもらいたいことある？視聴者さんに知ってもらいたいこと。知ってもらいたいこと。なんか趣味とか今頑張ってること。ああ、私の将来の夢が、いいんですけど、戦隊もののヒーローあるじゃないですか、はい、あのヒーローのピンクかイエローとかの女の子になりたいんです。そうなの？そうなんです。最近できた夢です。だよね。はい。違うじゃん。だってトモさん聞いてた。え、そうなんだ。めっちゃなりたいです。いいですね。もともと戦隊ものが好きで、うん、今まで一番好きなのは、恐竜じゃんって分かりますか？分かる分かる分かる。あれめっちゃ大好きだったんですよ。え、
プリクラ、あのさ、プリキュアよりもはい、いや、スパイダーマンね。そうです、あのヒーロー、ヒーロー、ああ、タロもそうだったですよね。はい、では始めましょう。お願いします。高速シートゲーム、イエーイ。はるかからやれば、はい、もう一回くれ。高速シートゲーム、イエーイ。ゴリララッパ、バツ、つみき、キツネ、猫、小鳥、猫。身内だから面白いんだよね、多分これ普通に見てる人面白い。もう猫が出てくる。小鳥リコってループやん。ちょっともうちょっと面白いゲーム考えます。あ、ちょっと見てほしいんだけど、うん、恐竜じゃんのダンス踊れるの。まだじゃ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 、あっこいらない。おおおおおお、恐竜が踊っちゃう。オーディションやったんですよ最近、うん、その台本が決まって、それどの役が合うかみたいなやってて、本当に怖くて舞台に上上がって頑張っとったね。なんか練習した、開発の練習中にさ、あのちょっと涙目だったもん。何だっけ、心配すぎてってこと、うん、私で大丈夫だよとか言って。でも結果慣れたんで、役もらえて本当に良かったです。本当に良かった。安心でしかない。え、何しないんだっけ。彼はね、小学校1年生からカードやっていて、そこから高校生になってからアイドルをちょっとだけやってました。ほんとすごい。あれはマジ頑張ってたよね。アイドルめっちゃ頑張ってた。いいみたいな。どっちもどっちも頑張ってるの、ほんとすごかった。あの頑張って両立しとった。あれはきつい。ということで今に至ります。まあ今は将来の夢がまあめちゃくちゃいっぱいいっぱいっていうか大きい夢があるので、海外に行きたいな。おお。海外で何をするんですか。海外でミュージック空手とか空手を教えたりしたいですね。めっちゃいい。私も行きます。来てください。趣味何、なんか何好き。趣味なんか今やってること、演技とか空手とか普通に映画見ることとか結構あるかもしれない。確かに、うん、はるちゃんは趣味は。趣味食べること。やってみたら噛んだ、もうやだ。もう私演劇部なのにめちゃくちゃ滑舌悪いの。食べることと食べること、笑って、なんだろうね、趣味って言われてわかんないよ、うん、好きなことなのかな趣味って。だね。あ、よくね、よく言われる、よく言われるし自覚もしてるし、あのやめた方がいいねと思ったけど、どこでもすぐ踊っちゃうのある。なんかシプリプリプリとか、メンタルすごい。本当変な動きしちゃうの。自分おかしいのかなみたいな、そんなこともあってね。あと歌好きじゃない。大好きです。ニコもだよね。大好き。夏メイクこんな感じ。なんかまああんま変わってないけど。できた。ということで完成。完成。これで、あのいつもの私たちが完成します。完成します。いつもの私たち夏メイクだって。あ、そっか。言ってた。もう仕方ない。いつものメイクしちゃった。こういうところもメルチェリらしいですね。ということで、チリーン、こんな感じ。イエーイ、イエーイ。はい、あのこれからも頑張っていきたいと思います。うん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。登録ガチ SNS 頑張ります。Twitter もインスタも活性化させるので、ぜひいっぱい見てください。お願いします。頑張ります。はい、19歳と JK の
コンビ、じゃトリオ、グループトリオです。はい、なんかこういうおしゃべり動画もミュージックからでもぜひ楽しんで見ていただけたらなと思いますよろしくね。じゃあこの動画が久しぶりだな、これ、この動画が少しでもいいなと思いましたら、いいねとコメントとチャンネル登録よろしくね。お願いします。せーの、バイバーイ。